染色体説とは遺伝の様式を染色体の性質や挙動によって説明する学説。この学説は遺伝子が染色体上にあることを示しており、現在生物学では当然の前提とされる。メンデルの法則の実証、古典遺伝学の発展、分子遺伝学の基礎形成に深く関連したことで、生物学において重要である。ただしミトコンドリア DNA など細胞格外の イデミー氏による細胞質遺伝はこれに従わない。染色体説はバッタの染色体を用いた細胞学的観察からウォルター・サトンによって1902年に提唱され、トーマス・ハント・モーガンらの症状媒を用いた遺伝学的研究により、1920年代頃確立された。もう一人の提唱者、テオドール・ボベリの名前と合わせて、 サットン・ボベリの染色体説とも言う。発言のメカニズムについてもボベリによる染色体説があり、これと区別する必要がある場合は遺伝の染色体説と呼ばれる。1881年に刊行された書籍に掲載された人細胞の染色体20世紀までに古典的な細胞学は発展を遂げていた。染色体説提唱の背景にはすべての細胞は 細胞から生じるとする細胞説と当時再発見されたばかりのメンデルの法則がある。20世紀初頭、黎明期の遺伝学と先行して発展していた細胞学の融合から遺伝の染色体説が誕生した。メンデルの法則は1865年に報告されたが長い間歴史に渦漏れ、再発見されたのは35年後の1900年である。 遺伝の連続性が保証される背景には細胞説があり、これに基づく古典的な細胞学は染色、観察技術の発達とともに19世紀末までには発展を遂げていた。またアウグスト・バイスマンは遺伝因子は生殖細胞にあるとする生殖質説を提唱しており、一色実験などからは細胞核に遺伝物質があることが予測されていた。 1842年に発見された染色体に関しても続く研究で様々な生物種における種類や数、細胞分裂において母細胞から2つの娘細胞へと受け継がれる様子などの知見が蓄積しつつあったのこの参このように19世紀末までには染色体説の下地ができていたが遺伝の染色体説を主張するためには 配偶子形成における染色体の挙動を示す必要があった。なぜなら遺伝の一過程である受精では卵子と精子の融合によって染色体数が倍化するためあらかじめ染色体数を半減することが必要である。しかしこの過程に関する知見がまだ得られていなかった。体細胞分裂と減数分裂における染色体の分配。 簡単のため一組の相同染色体のみ示した。通常の細胞では、不形と母系由来の染色体を一組ずつ持つ。分裂に先立って、染色体の倍化が起こる。体細胞分裂では2倍になった、染色体がそれぞれ、娘細胞に受け継がれる。減数分裂では、相同染色体が、体になる。第一分裂で倍化したまま分配され、続く、 第二分裂で、さらに分離する。最終的に形成される、配偶子では、染色体数は半減する。遺伝の染色体説を明確に提唱したのは、ウォルター・サットンの1902年の論文が最初である。彼は、バッタの一種ブラスタ・ラマグナを用いて、原数分裂の細胞学的な研究を行い、配偶子形成における染色体の挙動が、 メンデルの法則に従うことを見出した。メンデルの法則が再発見されて間もない頃である。サットンはこの昆虫では、染色体が大きく、はっきりと観察できる利点を利用し、配偶子形成における染色体の観察を行った。1902年の論文、ブラスタラマグナにおける染色体群の形態について、において、配偶子形成時の細胞分裂では相当な、 染色体同士が体を作っており、これらが配偶子に一つずつ分配され、染色体数の半減、すなわち減数分裂が起こることを示した。配偶子形成における染色体の減数と分配が明らかになったことで、それまで推測の域を出なかった染色体説に対して最初の明示的な証拠が提出された。この論文の最後の段落でサットンは、この現象が メンデルの法則に従っており、これが遺伝の物理的基盤である可能性を示唆し、この主題について場を改めてすぐに紹介したいと述べている。そして翌年の論文、遺伝における染色体では、この仮説をより発展させ、それぞれの染色分体がランダムに分配されることから、メンデルの法則を説明した。ハイグー氏が持つ染色体の組み合わせは、 体細胞の相同染色体体の類乗であり、次世代における染色体の組み合わせはさらに類乗する。つまり二組の相同染色体を持つ場合、配偶子は22イコール4、次世代は42イコール16通り生じる。これはメンデルが交配実験で得た結果と合致する。さらに、この論文では一つの染色体には多数の遺伝形質が存在することを予言し、またそれらは、 不分離だろうと述べている。このようにして25歳の大学院生だったサットンによって細胞学から遺伝現象へと手が差し伸べられたのである。後に遺伝学的手法により染色体説を実証したモーガンやアルフレッド・スターティバンとはサットンの仮説で染色体説はすでに完成していたと著書や講演の中で述べている。サットン以外にも 染色体説を考えていた学者は少なからずいた。E.B. ウィルソンは1902年の論説、メンデルの遺伝の原理と生殖細胞の成熟で、サットンの他に、W.A. キャノンとテオドール・ボベリに触れている。コロンビア大学の学生だったキャノンは、やや直接的ではないもののサットンとは独立に、免許を用いた人生の実験から、同様の結論に到達していた。 彼の論文は1902年に発表されている。ウィルソンが染色体説をサットン・ボベリの染色体説と呼んだことからもわかるようにドイツの細胞学者ボベリも同時期に同様の構想を持っていたと言われる。しかし彼はこの時期には直接的に染色体説を示唆する論文を書いていない。ただし馬の海中やウニを用いて研究を行っており、 受精卵の染色体は卵と精子から半分ずつ由来することや卵の細胞核を除いて受精させてもある程度まで発生が進むことを観察していた。これらは染色体説を支持する観察である。ほぼ完成した仮説であったにもかかわらず、サットンの染色体説はすぐには受け入れられなかった。理由はいくつかある。まず、当時は メンデルの法則が再発見されて間もない頃であり、遺伝子の存在に対してすら、懐疑的な学者も多くいた。染色体説を実証した、モーガンも、粒子遺伝をすぐには受け入れなかったし、自らが証明することになる染色体説に対しても、拡張する結果が得られるまで、長らく懐疑的だった。また染色体の数は遺伝子の数に比べて、圧倒的に少なく、しかも戦場であるため、 粒子状の遺伝因子のイメージと相入れないものがあった。もう一つ大きな理由は、サットンの仮説が観察のみに基づくものであり、実証がなされなかったことである。他の研究者を納得させるには実証を必要としたが、実験材料としてバッタを用いていたサットンはそれを可能とする遺伝学的な術を持たなかった。同時代の他の多くの研究者も同様だった。 遺伝学ジェネティクスという言葉が作られるのは1906年のことであり、サットンの時代には遺伝学はまだ溶卵期にあった。症状場への白眼変異体を用いた後輩、X は後輩を意味する。黒のバーは赤眼の、白のバーは白眼の遺伝因子、または X 染色体を示す。メスは X 染色体を2本、オスは1本持つ。 純系赤眼のメスと白目のオスを交配すると次世代はオスメス共に赤目になる。得られたメスを赤目のオスと交配すると次世代のメスは全て赤目になるがオスは半数が赤目、半数が白目になる。これが染色体説を支持する遺伝学で最初の実験結果となった。染色体が遺伝子の単体であることを実証したのは トーマス・ハント・モーガンと彼の研究室が排出した、いわゆるモーガン学派の研究者たちである。1904年、ウィルソンの小生により、ジョンズ・ホップキンズ大学からコロンビア大学に移ったモーガンは、発生学から転校し、1907年頃から、症状媒を用いた遺伝学研究を始める。彼らは、飼育が容易で世代交代の早い症状媒を用いて、 遺伝学を発展させ、変異体の後輩による遺伝学的解析と染色体の観察から染色体説を実証していく。古典遺伝学の発展と染色体説の実証は、彼らの研究成果の表裏であるということもできる。また、染色体説を提唱したサットンを排出した細胞学のタイカ・ウィルソンとの交流は、モーガン学派による染色体説の発展を促進した。 モーガンは1910年に最初の突然変異体ホワイトを発見し、これを用いた交配実験の結果から遺伝子と染色体の関連性を強く示唆する結果を得た。症状場への X 染色体は1908年にウィルソン研究室のネティス・ティーブンスによって発見されており、メスは X 染色体を2本、オスは1本持っていることが分かっていた。 純系赤眼のメスと白目のオスを交配させると次世代ではオスメスともに赤目の個体が得られた。これは赤眼が白目に対して優勢なためである。ここで得られたメスと赤目のオスを交配すると次世代においてメスは全て赤目だったがオスでは赤眼と白目が半分ずつ生まれた。白眼の変異が X 染色体上にあり反省遺伝するためと考えると この現象をうまく説明できる。この結果をより普遍化すると、染色体と遺伝との関連性が明確に示唆されていると言える。連鎖の概念、それぞれの形質をアルファベットで表し、大文字は小文字に対して優勢であるとする。独立の法則によると、アブ個体同士の交配では、次世代の形質は、AB、アブ、アブ、AB が9、3、3。 一の日で生じるはずである。しかし実際には、アブ、AB、アブが一、二、一で生じ、A と B、A と B が独立して遺伝しない例が見つかった。これは、A と B、A と B が同一の染色体上にあると考えると解決する。これが連鎖の概念であり、これに従うと配偶子には、アブとアブが一、一で分配される。次世代では、アブ、アブ、アブ、 アブ、アブ、アブ、アブアブの組み合わせができ、形質は、アブ、AB、E アブイコール一二一に分離する。一方、別々の染色体上にある、A、A と D、D は、配偶子に AD、アド、アド、アドイコール一一一一の日に分配され、次世代の形質は独立の法則に従い、AD、アド、アド、アドイコール九三三。 1911年からは、カルビン・ブリッジス、スター・ティバント、ハーマン・マラーなど、その後の症状倍遺伝学に貢献する研究者たちが学生として研究室に参加し、多くの突然変異体を管理し始める。これらの変異体の交配実験の結果から、ある2つの変異体の間では、遺伝の法則の一つ、独立の法則に従わない例が見出された。 すでにサットンによって予測されていたが、実際に得られたこの結果と考察から連鎖という概念が作られた。多くの変異を用いて交配実験を行った結果、それぞれの変異は4つの連鎖群に分けられた。症状場への染色体は4組あり、連鎖群の数と同じであった。これは遺伝子が染色体上にあることを強く裏付ける証拠となった。独立の法則は、 それぞれの形質が独立して遺伝するというものであり、個々の遺伝因子が粒子状で存在していることを想像させるが、メンデルは別々の染色体に由来する形質を観察していたのである。後輩では組み替えが起こることも見出された。組み替えとは同じ連鎖群に含まれており、図のようなアブとアブの連鎖が AB と AB の連鎖に変わる現象である。これに先立って、 原数分裂において、染色体の一部が入れ替わる交差が観察されており、交差を組み替えの物理的現象と考えるとうまく説明がつく。つまり遺伝子が染色体上に線上に配置されており、組み替えは交差により染色体の一部が入れ替わったと考えられるのである。また、近くにある遺伝子ほど組み替えが起きにくいという推測からスターティバンとは、 戦場に遺伝子の場所を特定することを発案し、遺伝子地図が作られていった。組み替え値の単位として用いられる CM はモーガンの業績を称えて付けられたものである。さらにブリッジスによる染色体不分離の発見が染色体説を確固たるものにした。染色体不分離とは、減数分裂において、相当染色体が分離しない現象であり、例えば性染色体では、 生き死いや XO といった組み合わせを持った個体を生じる。後輩では低頻度ではあるが、連鎖や組み換えでも説明できない遺伝の法則に従わない形質を示す個体が得られる。これらの染色体を観察すると染色体数が異常であり、染色体不分離を起こした配偶子から得られた個体であると考えられた。それまでの連鎖や組み換えは確からしい結果であったが、 あくまで間接的な証拠であった。この染色体不分離という遺伝現象の例外こそが、染色体と形質を同時に観察可能にし、染色体説の決定的な証拠となったのである。反省遺伝と、性染色体、連鎖群と染色体数、組み換え、へと交差、そして染色体不分離の実験と観察から得られた結果は遺伝子が、 染色体上にあるとする考えが妥当であることを示し、染色体説を需要させるに十分であった。このようにして、1920年代までには、遺伝子は染色体上に戦場に配列していることが、揺るぎない事実として認められるようになった。この業績により、モーガンは1933年にノーベル生理学・医学賞を受賞する。一方、 モーガンがノーベル賞を受賞するよりも前、テキサス大学のティーペインターによってタイト染色体の詳細な観察が行われた。総締め昆虫の幼虫にある唾液腺という組織では細胞が細胞分裂を伴わない染色体の増幅を行うため通常の1000倍ほどの太さで観察することができるのである。この巨大な染色体を用いた 染色体異常などの観察結果もモーガンらの説を強く裏付けることになった。サットンが提唱した染色体説はモーガンの貢献により広く受け入れられるようになった。しかしその後遺伝子の実定に迫ろうとする研究はしばらくした日となる。モーガンはノーベル賞受賞講演において遺伝子の物理的実態にはあまり関心が払われていないことを指摘している。 遺伝子の物理的実態が明らかにされるまでには、染色体説の実証からさらに数十年の時が必要であった。この間、生、科学や構造生物学の発展に加え、最近遺伝学やファージ遺伝学が分子遺伝学発展の駆動力となり、染色体を構成するタンパク質と DNA のうち、DNA こそが遺伝情報の単体であることが広く認識されるようになった。 本校で解説した染色体説は現代の生物学、医学では当然の前提として扱われている。科学史的な視点以外では意識されないことが多いが、近代遺伝学の基礎として染色体説を理解することは極めて重要である。は、エレクトロニックスコラーリーパブリッシングから PDF を入手できる。ありがとうございます。